はいどうも、こんちゃくれいです。というわけで、今回は、本日2019年7月18日、ついにね、このプロスペ2019発売になったわけなんですが、まず最初にね、昨日23時から、本日のね、朝方まで行っていた生放送、たくさんのご視聴ありがとうございました。まあ、特に日付が変わってすぐぐらいはね、なんと同時視聴も1万1000人ぐらいかな、見ていただいて、本当にたくさんのご視聴をね、いただきました。で、その生配信はね、本当はいろんなモードをもっともっと試していく予定だったんですが、オンラインサービスがですね、まだ開始されていなかったので、まあ、その部分がちょっといろいろと見れていなかったんですが、ついにですね、この7月18日14時からですね、オンラインサービスの方が開始されたということで、ちょっとね、いろいろと見ていきたいと思います。で、まあ、今回はね、最初ドリームリーグ編やっていきたいと思います。まあ、今回新モードというところでね、かなり注目も集まっているところなんですが、ちょっとね、こちらを初見プレイやっていきたいと思います。まあ、いろいろと多分ね、初回購入特典デジタルデラックス版を僕自身も買っているので、その辺とかが、まあ、見れるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこのままいきましょう。まあ、生放送を見ていただいた方ならわかると思うんですが、調子くんがね、この据え置き2019バージョンは結構出てきますね。2015とかこんな出てきてたっけって感じなんですけどね。これ変えれないのかな？なんかもう、この後変えれないとかだったら結構慎重に決めたいけど。はい、まあこんな感じでいきたいと思います。よし、さあ、ということで、これで君のチームが設立されたよというところで、初期メンバーが選ばれましたと。選手には SABCD のランクがあって、同じ選手でもランクが上だと高い能力になってるよと。初期メンバーは全員 D ランク。そして選手ランクに応じて DP、ドリームパワーが設定されているよ。DP は試合に大きく影響する重要なパラメータなんだと。まあ、簡単に言うと多分、そのプロスピエースの、まあ、据え置き版かつ監督プレイ特化版みたいな、まあ、イメージかなというふうに個人的には置いていて、このドリームパワーっていうのが、まあ、スピリッツみたいなもんですよね。チームスピリッツみたいな。感じというか、まあ、選手ここにも DP がついていて、でそれでチームスピリッツみたいな感じなイメージかなというふうに思っています。初期メンツはこんな感じ。はい、まあ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  D ランクなんでそんなにやっぱ能力は高くないですし、まあ、これから期待の選手たちが今入ってきてるのかなっていうところですかね。ただでも高山選手がいるのいいですね。これはみんな一緒なんですかね、それともなんか人によってバラバラなのか。お、ログインボーナス1つ選んでください。どうなんだろう、エナジーかなー。まあ、シルバーチケット、これ多分一応まあアプリでいうところのゴールド契約書みたいな感じかな。でこれがまあ経験値入手なので、ストック経験値っぽい感じかな。で、まあ、エナジーかな、無難に行くならエナジーだと思う。うん、ということで15エナジーいきます。おお、すげえ、ドリームリーグ来た。ここはトップ画面だよ。左上のリーグランクはチームの指標だね。試合のスコアによって毎週月曜日に決まるんだと。試合で勝つためにはチーム強化、プレミアムスカウトから優秀な選手を獲得してチームに編成してみようと。あ、しかもすげえ、スカウト1日1回無料なんだ。で、特になんかチュートリアル的なのもなさそうなんで、じゃあそうですね、とりあえずもうこのプレミアムスカウト1回無料いきますか。毎日1回無料で引けるみたいなんで、とりあえずね、あ、すげえ、ガチャ画面来た。エナジーを使って選手を獲得できるよ。なんとプレミアムスカウトは1日1回無料、忘れずに引いてね。これめっちゃいいな。必ず B ランク以上の選手を獲得できるよと。いや、毎日やる習慣というか、なんかこう毎日やるメリットがね、ここにあるのが非常に嬉しいかなと思います。そしてもうすでにワールドスター選手がね出てるんですよね。はい、ということで、じゃあいきますか。とりあえずじゃあまず無料ガチャからいきます。はい、エナジーを消費せずスカウトを行います。いきましょう。さあ、このドリームリーグはね、めちゃくちゃガチャ演出がかっこいいんですけど、 B ランクとかだとどうなのかな。え、すげえ、何これ。え、すげえ、なんかスロットみたいな感じになってる。いきましょう。お、青、青はなんだ。お、かっこいい、すげえ。おお、 B ランク、ビアヌエマ選手。青だと B ランクなのかな。まあ、以前のちょっとね、ドリームリーグが公式ページに載った時にも言ったと思うんですけど、ちょっとウィーレのマイクラブのね、ガチャ演出っぽいですよね。はい、ということで、まあ、よしとしましょう。で、今手に入れた選手は、選手チームのところからオーダー設定で、入れ替えることが、できるみたいです。はい、まあ、この画面でもうランクが分かるので、非常に見やすいかなとは思います。今手に入れたビアヌエバ選手、早速スタメンに入れていきましょう。はい、まあ、今こんな感じで自分で設定しましたが、逆に自動設定とかも、おすごい、いろいろあるな。持久弾優先、メインポジション優先、DP 重視、打撃力重視、機動力重視、守備力重視。なんかこの辺はいいですね。監督采配に、なんて言ったらいいんだろう、自分のオーダーの色というか、まあ、監督色を出せるというか、チームカラーを、まあ、出せるっていう感じかな。自動オーダーでも簡単に出せるっていうところは非常にいいのかなというふうに思います。はい。まあ、とりあえずこんな感じにしておきましょう。OK。ということで、今回は、こちら。はい。
僕はですね、このデジタルデラックス版を購入していましたので、海外移籍選手チケットというのをもらえています。あとはエナジーなんかももらえているんですが、ちょっととりあえず一括で受け取りましょうか。はい、これを受け取りましたと。うん、で、今ね受け取った海外移籍選手はスカウトチケットかな、ここに来ているかなと思います。はい、持っているチケットを使うと選手を獲得できるよ、チケットを報酬で獲得できたりスピコインで購入もできるんだということで、まあまああれですね、契約書みたいなもんですね、アプリでいうところの、うん、契約書みたいな感じかなと思います。なんでまあこれが実質ワールドスター S ランク契約書みたいな感じでございます。でこの海外籍選手は本当にね、このスタートダッシュを決める上でめちゃくちゃ重要なところで、今ですね6名の選手が登場しています。はい、日ハム大谷選手、楽天田中選手、西武牧田選手、オリックス平野選手、そして日ハムダルビッシュ選手に前田健太選手というところでございまして、この6名が追加になっているので、まあ、この中から誰か1人が出るというところでございます。まあ、もちろんこの後ガチャでもね、狙えるところではあるんですけれども、まあ、この契約書で誰が出るかは非常に大きいところかなと思います。ちなみにこの画面だと能力が、あの一応なんか総合評価みたいなのが見れるのか、621、田中将大選手784、あのこれ上限突破5でレベルマックスした時の話か。まあただ、最強の能力にするならそんぐらいいけるというところでございます。はい、ということで、まあ、一番星の数的に当たりなのは、まあ、田中将大選手かな、784、続いてダルビッシュ選手、あとは600台っていう感じか、700台が2人って感じですね。うん、ということでございまして、じゃあ契約書いきましょう。まあ誰が来てくれてももちろん今のチーム状況考えたらめちゃくちゃ嬉しいですけどね。じゃあ行きたいと思います。このドリームリーグスタートダッシュを決める海外籍選手チケットお願いします。使用枚数1、いいですね、いきましょう。さあ S ランクのガチャ演出がここで初めて見れますね、楽しみ。かっこいい、待って BGM くっそかっこいいんだけど。プレス丸ボタン、いきましょう。さあ、おっと、これもう分かっちゃいましたね、もう分かっちゃいましたね。はい、ということでございまして、オリックス平野選手、なんかもうちょっとためがくんのかなって思ったけど、もうサクッとでしたね。これチケットだからなのかな、ガチャインスタとまたちょっとさっきとなんか違った感じでしたね。はい、ということでございまして、まあ、今回僕は平野選手獲得でございました。ただ平野選手強いですね、ストレート S、 スライダー C、カーブ D、 フォーク A というところでコントロールも全体的にいいですし、先発のピッチャーも確かに欲しいところであったんですけど、後ろのピッチャーがねしっかり固まるのは非常に大きいと思いますので、これはいいかなと思います。まあ、アプリ版よりも全然強く感じますね。うん、6年目のシーズン、27歳の年の、平野選手でございますと。はい、 OK、 ありがとうございます。じゃああともう一回ガチャいきますか。今ちょうどそのデラックス版で手に入れた250エナジーと、あとログインボーナスの15エナジーがあるので、ガチャの方を回していきたいと思うんですけども、まあこれはそうですね、もちろん後々回していく可能性はあるんですが、とりあえずこの開幕記念スカウトが10連目 S ランク1人確定というところで、しかも150エナジーで引けるのかということなので、まあこれを回して今回は終わりたいかなというふうに思います。まあ10連の方のガチャ演出とかね全然まだわかんないんで、ガチャ演出も試しながら、まあ一回ちょっと試しガチャみたいな感じでやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。150エナジーを消費してスカウトを行います。いやなんか普段スマホでガチャ引いてるから PS4 でガチャするのすごい変な感覚だな。行きましょう、10連ガチャ、ドリームリーグ初の10連ガチャお願いします。さあここで多分さっきみたいなスロット演出が来るんだろうな。来た。まあただこれ S ランク確定だから、そうですね、もう金が全部なってますね。これほんとなんかあのウイレの黒玉とかが流れてる感じに似てる。いきます。はい、これで金で多分 S ランク確定みたいな感じなんだろうな。まず1枚目、あ違う、一気に出るんだこんな感じで。てか待って、3枚ぐらい今 S ランクっぽいのなかった？まず1枚目、おお、やばい、1枚目 S ランク青木選手、ありがとうございます。もうパッと見は青木選手なの分かりますけどね。お、日ハム、お、上沢選手じゃない、来たー、ここも S ランク、ありがとうございます。よし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 。そして3人目、ここは B ランク、あ、 B ランクの場合はサクッといくんですね。あの演出が入った時は S ランクって感じか。あれ、うわマジか、最後 S ランク3枚目は田畑選手でしたというところで、三角ボタンを押しちゃったのかな今。ただめっちゃかっこいいガチャ演出が確認できたので、まあ良かったかなというふうに思います。はい、これでちょっと投資オーダーとかいじってみますか。はい、ということでございまして、いろいろと設定をしてきたんですが、まあ今現状だとこんな感じかなというところでございます。
合計 DP が 11,600 というところで、まあまだまだ弱いオーダーではございますが、ただまあ先発2本柱がしっかり固まってくれて、かつ抑えもね、素晴らしい選手が引けましたので、まあ非常にいい感じで、ここまでスタートダッシュは切れたんじゃないかなと思います。でですね、次回ちょっと生放送になる可能性もなくはないんですが、またねこちらのガチャの方を引いていきたいと思います。まあちょっと残りのガチャ、ワールドスタースカウトとか開幕記念スカウトっていうところもね、次回以降引いていきたいなというふうに思っています。そしてこのドリームリーグもね、まだ全然試合の方は、やれていないので、まあちょっと試合実際どんな感じなのかっていうところとかもね、まあ次回やっていければいいかなというふうに思っています。いや本当にね、このドリームリーグ、まあなかなかこのプロスピシリーズの中になかったものというか、まあ名称オンラインっていうね監督モードあったんですけど、またそれがちょっと今回かなり大きくリニューアルされて、登場した新モードというところでね、注目度も高いですし、僕自身も一番楽しみにしていたモードと言っても過言ではないモードなので、ここからねまたがっつりやっていきたいと思ってます。はい、ということでございまして、今回もご視聴いただきありがとうございました。いつもこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。まあぜひデジタルデラックス版で購入した方とかはね、海外籍選手の結果とか、あとはガチャ回した方はぜひぜひそちらの結果なんかもね、コメント欄にて教えていただければと思います。あ、そうだ、ちなみに言っておくと、プロスピのアプリの方をやっていない方向けに言うと、このプレミアムスカウトは多分回さない方がいいので、まあぜひちょっとね回す方はこちら2つをね、検討していただけるといいのかなというふうに思います。はい、ということでございまして、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。